日本ボクシングコミッション JBC は10日、世界4階級制覇王者で WBA 世界スーパーフライ級王者、井岡一翔、34イコール姿勢が倫理規定第2条に違反したとして戒告処分としたことを発表した。処分は3月7日付。井岡は22年12月31日開催のジョシュア・フランコ、米国、との WBO&WBA 世界スーパーフライ級王座統一戦時に行われたドーピング検査において、尿検体から禁止薬物の大麻成分、THC、が検出された。これは JBC ルール第97条に抵触しないが、JBC は、当該事実によって、同人が、本試合の開始前の不詳の時期に、不詳の場所において、不詳の方法により日本において所持が禁止されている大麻の成分である THC を摂取する行為または受動的に THC を摂取することになる状況を招く作為もしくは不作為をしたとの疑い完全に払拭できず、ボクシング界を代表するボクサーが違法に大麻を使用しているという疑念を生じさせた。よって、JBC は、井岡が、常に品位を高めボクシング界の信頼を維持するように努めなければならない義務を怠り、倫理規定第2条に違反したと認める、と説明した。